少年十字軍少年十字軍は、第四回十字軍の後、フランスやドイツにおいて、神の啓示を受けたとする少年、エティエンヌの呼びかけにより、少年、少女が中心となって結成された十字軍。1212 12年のフランスの少年十字軍では、少年少女が十字軍として、聖地奪還に向かう途中。 船を圧戦した商人の陰謀により、アレクサンドリアで奴隷として売り飛ばされた。第4回十字軍は、聖地エルサレムではなく、キリスト教国家東ローマ帝国の首都、コンスタンティノポリスを攻め落としラテン帝国を築くなど、諸侯騎士の領土拡大と、その支援者である、ベネツィア商人の証券拡大を目的とした、極めて利的な遠征となってしまい大失敗に、終わった。 そのため当時のローマ教皇インノケンティウス三世は新たな十字軍を編成するためにヨーロッパ各地に説教師を派遣し兵員を募るよう命じた。十字軍の主体は栄養と金品、土地を求める諸公や騎士が中心であったが説教師に煽られた熱心な信仰者など民間人も参加することが多かった。少年十字軍も そのような熱心な民間人の遠征隊の一つで、北フランスの少年エティエイヌが、神の手紙を神から手渡され聖地回復をするよう、お告げがあったと説いて回り、それに感化された少年少女らが集まり結成された。最終的には、数千人から2万前後の少年少女が集まったと言われている。マルセイユへと出発した彼らだったが、聖地へ向かうための船がなかったのは、 もちろんのこと、満足な遠征費すら持ち合わせていなかったため、大抵極めてひどい食糧事情だった。無償で船を提供すると接近してきた商人の支援により、聖地へ向かったものの、7隻の船のうち2隻の船がサルディニア島付近で難破、無事だった船もアレクサンドリアで奴隷商人の手に渡ってしまうという悲劇的な結末となった。ドイツでも、 狂心的な青年ニコラスに煽られた少年たちが同様の悲劇に巻き込まれている。エティエンヌの少年十字軍が平均年齢12歳程度だったのに対し、こちらは15歳程度だったとされる。ニコラスはイタリアを目指し、アルプス山脈を越えてローマにたどり着いたが、教皇の説得によって故郷へと引き返した。結局、彼を含め故郷に戻れた仲間は、 ほんのわずかであったという少年十字軍の名で知られているが現在の主流の解釈では大人の庶民も多く含んだ民衆十字軍だと考えられている少年が神の啓示を受けて呼びかけたことと後世の記録者が感動的な話にするために主に少年少女で構成された十字軍という話にしたとされるまた当時の用語で貧しい庶民を 軽別的に少年と呼んだため、後の記録者が誤解したと考える研究者もいる。ありがとうございます。